皆さんこんにちは。今回は、可愛くさせて、と呼ばれるあの画像の出どころが判明したらしいので、それについて紹介します。今までの総まとめ的な動画になりますので新情報を知りたい人は後半部分からご視聴ください。インターネットに出回るあまたの恐怖画像の中で、最強とも言われる、可愛くさせて、と呼ばれる画像があります。かつてはチェーンメールで出回っていたとされるこの画像、白塗りの顔に、大きな目と口がついた恐ろしい顔となっており、そのインパクトから、多くのネットユーザーを恐怖のどん底に突き落としました。名前の由来は、この画像をどうにか怖くないように加工しようと、なんとか可愛くさせてやってくれ、というスレで、この画像が取り上げられ、可愛くさせて、と検索するとこの画像がヒットするようになったことからそう呼ばれるようになります。画像自体は2000年代初頭に作られ、2005年以降チェーンメールで出回ったものと推測されておりました。しかし、この恐ろしい画像を誰が作ったのか、そして、何が元となったのか、長年詳細不明のままでした。ただ、最近になって元画像が発見されることとなります。くたばチャンネルで、元画像と思われるものが投稿されていたのです。それがこちらで、右目はすでになく、顔もボロボロになってしまった人形の画像です。これを、可愛くさせて、と比較してみると顔にかかっている髪の毛や鼻の部分などが完全に一致しており、元画像の存在は明らかになります。これもなかなか恐ろしい画像ではありますが残念ながら、当時この画像がどのような経緯で出回ったのかは不明でした。背景の緑色の部分を見ると、布のような質感をしていることがわかります。このことから、オークションなどの出品物として投稿されたものが出回ったのではないかと推測されました。例えば、ヤフオクなんかではこのように背景に布を使って人形を出品しているケースはよくあります。ですので、当時ネットに商品画像として投稿されたこの画像が、くたばチャンネルなどで加工され恐怖画像になり、その後にチェーンメールとして出回ったものである可能性が高いのではないかと思われます。以上が今までの情報で、2000年代初頭に作られた可能性が高く、元画像は偶然保存していた方がアップしてくださったもので、そもそもの出どころは当時の商品画像であることから、特定は難しいと思われましたがなんと最近、発見されました。さて、この件も私が発見したわけではなく海外のコミュニティで発見されたものになります。まず、出どころについてはこのブログのアーカイブから発見されました。この記事では、心霊本について紹介する内容だったのですが、おまけ、としてこのような記載があります。ヤフーオークションにこんなん出てます、としてある商品の画像が投稿されており、これがあの元画像だったのです。厳密に言うと、全く同じ画像ではないのですが背景となった布が一致しており、おそらく数枚アップされたうちの2枚がこれらです。タイトルは、見ちゃってん、古い市松人形なんあり、となっており、ジャンク品として出品されたこともわかります。残念ながら、実際の商品ページのアーカイブは残っておらず、具体的にどのような内容で出品されていたのかは不明ですが、さらに2004年に建てられたオカルトスレでこの出品物に関する情報が投稿されているのが見つかります。これ見てから震えが止まらないんだけど別の意味でヤバいんじゃなかろうか、としてあの商品ページの URL が投稿されており、写真は3枚、上から全体図、腹部の目、頭部分のアップ、ちなみに現在価格3000円、と説明されています。このことから、可愛くさせて、の元画像となった商品画像は3枚アップされたうちの3枚目のものであったことがわかります。このスレに投稿された時点で、スレ民も怖がっており、加工前の画像自体もだいぶ恐怖画像として評価されておりました。さらに、画像のメタデータとして上記の情報が残っており、ファイル名がこの部分ですが、これはソニーのカメラで自動的に付けられるものです。そしてこの文字列はユニックスのタイムスタンプで撮影されたのは2009年9月10日であることもわかりました。
こちらも海外の方から教えていただいたのですが、2チャンネルの過去ログを調べると様々なスレで、この商品ページの URL が投稿されていた形跡が見つかっているそうです。2004年9月12日頃から様々なスレに投稿されており、撮影時期的に出品されてからすぐに2チャンネルに出回っています。ですので、実は当時から元画像も恐怖画像として出回っていたことになりますね。おそらく、ここから双葉チャンネルなどであの画像に加工されたのではないかと考えられます。で、どうやって発見されたのか皆さんも気になっているかと思いますが、別の画像を捜索している際に偶然発見されました。以前から何度か紹介しているジェフ・ザ・キラーを捜索するコミュニティがディスコードにあるのですが、こちらの画像は確実な元画像は判明しておらず、これを捜索中に偶然見つかったそうです。そもそも、記事にあったものは、別角度で撮影されたものなので、画像検索でヒットするわけもなく、偶然たどり着かなければ発見できないもので、もはや奇跡と言っても過言ではない発見でした。具体的な経緯については不明ですが、おそらくジェフ・ザ・キラーは元画像が日本発祥説が濃厚なので、2000年代頃の怪しいサイトを確認していた際に見つかったのではないかと思われます。このことから、可愛くさせて、に関してはそのほとんどが明らかになったのです。強いて言うなら、どこで加工されたのかが明らかになっていませんが、出どころから元画像までは全て判明しました。興味深いのが、元画像は一度にチャンネルで話題になっており、元々の目的であったジェフ・ザ・キラーに関しても、やはり一度ネット掲示板で話題になっていた画像が加工された可能性が高いのではないかと思われます。というわけで、まさかの偶然発見されてしまった、可愛くさせて、の元画像の出どころに関する紹介でした。もし、当時、可愛くさせて、が作られたスレなどを覚えている方がいらっしゃいましたらコメントいただければと思います。いかがでしたでしょうか。2000年代初頭にこの画像が話題になり何年にもわたって広まり続けていましたが、今になってそのほとんどが明らかになるというのも感動ですね。ただ、実際発見されてから、貼られた形跡が多く見つかったのは驚きですね。もしかすると、当時貼られていたスレに書き込んでいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。当時のことを覚えている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。